ここは確か雪姉さんと出かけて、雪姉さん、雪姉さん、よかった、息はあるのだ。ぐが意外と余裕あるのだ。目が覚めたかい？これから君たちには一つ楽しいゲームをしてもらう。ゲーム？向こうを見てごらん。部屋から出るには強アルカリ性の液体の中にあるパスワードの入った箱と鍵を手に入れなければならない。そこの端末にパスワードを入力できれば扉が開いて君たちは見事解放だ。制限時間は1時間だ。それを過ぎるか不正をした時点で毒ガスを散布する。二人とも助からない。君たちがどのような選択をするのか見届けさせてもらうよ。一緒起きたのだ。カクカクしかじかなのだ。なるほどね。普通に考えたら少なくともどちらかが犠牲にならないといけない。友を守って背負うたのは男通した誉れの傷よ。ミオやズンダの伊達でしょう。大丈夫大丈夫だよ。ズンダモン、私が何とかするから。雪姉さん、そんなのダメなのだ。忍法顔つき大前手。へげー、雪姉さんの顔にご防水が。裏の視点。え、デスゲーム主催者の部屋ってこうなってるんだ。ちょ、あ、1日50個限定のスイーツ売り切れちゃう。ズンダモン先行ってるね。やるのだ、デスゲーム。自分でやるのはちょっと。パスワードは買ったりとか。あと PASSWORD だよ。僕が言うのもなんだけど、セキュリティが。今度変えとくから。うん、なんか見覚えある部屋なのだ。買い物あるのに。目が覚めたかい？これから君たちには命をかけたゲームをしてもらう。君か、以前は変な奴のせいで台無しになったがね、今回はそうはいかないよ。今度こそ人間の恐ろしい本質を存分に楽しませてもらおう。きちんとパスワードも変えといたからね。ズンダモンの知り合いか？あれ、カクカクしかじかなのだ。はあ、わかったわ。なんとかしたる。なんかとんがったものはと。モニターの角でええか。ほなちょっと。不用心なやつな。120度以下の角度残しとくなんて。なんだお前、どこから出てきた。あー、いいわ。ちょっと向こう。ほんの短い間とはいえ、異常で冒涜的な空間に放り込まれた探索者は 1D20 の3チェックなのだ。開いた開いた。ほな帰って買い物の続き行こうな。わかったのだ。ファンガスシャーク見に行きましょう。ファンガ政府の秘密実験が失敗し、キノコの繁殖形態を持つサメが脱走するサメ映画です。今度のサメはキノコザメ。人類の新たな危機をぶっ潰せるのは最強の敵のあの男死体ね。筋肉爆発サメ大暴れ、密林の奥に潜む真実とは、サメ映画の最新作です。 B 級映画の匂いがプンプンするのだ。チケット買ってありますから、もう決定事項です。分かったのだ。準備するのだ。服着替えて街行くからこれにするのだ。プシプシと。うん、大パラディですね。見逃しませんでしたよ。決まり愛は索敵欲です。決まりのズンダモンの香水レギューなのだ。今回レギューするのは大パラディのオムなのだ。そういえば香水でプールオムとかオムなんてついているものがありますね。オムはフランス語で男性って意味なのだ。プールオムで男性用なのだ。なるほど、シンプルかつ分かりやすいですね。種類はオードパルファム。価格は 15ml で税込み2860円、 30ml で税込み3960円、 60ml で税込み4950円なのだ。オスマンサスと同じですね。 60ml はやはり詰め替え用でしょうか。その通りなのだ。詰め替え用だし、2回目以降の購入をおすすめするのだ。公式サイトによる香りの説明は、流されてしまいそうな人混みの中誰にもこびず押し流されない自分、思った香り。公式の情報はここまで。こんな感じの順番でレビューしていくのだ。早速行くのだ。トップに柑橘系、ミドルからは引き続き柑橘とウッディ、ラストはウッディのじんわりした優しい甘さ。香りの系統が絞られてて、つけるのに迷ったらついてが伸びるのだ。
柑橘系でもみかんとか、ちょっとだけグレープフルーツっぽいフレッシュな苦味で統一されている感じですね。柑橘、ウッディの中でもさらに使用するものを選んでる感じです。室内でも外でも春夏秋冬問題ないオールラウンダーって感じなのだ。強いても一歩踏み込むならどうでしょう。冬の時期だとある程度香りの濃い香水が使えるようになってくるのだ。その関係で選択肢が増えるから他のも楽しめるようになってくる感じなのだ。ヘビーなタイプではないってだけでこの香水の魅力が減るわけでないのは補足しておくのだ。シダーハットが主張すると年齢層が高めになっていく印象があります。その点この香水では癖が少ないので20代からでも使えそうですね。軽やかっていうほどではないんだけど濃すぎないいいところに位置してると思うのだ。つけてから30分くらいは結構香ってくる感じだからお出かけ前にはちょっと注意なのだ。柑橘、ウッディが嫌いじゃなければ大きく外れることは少ないと思うのだ。個人的には気軽に使いやすい分満足度も高いのだ。香りの系統が2つだけでごまかしが効きにくい作り方ですからね。香り方も穏やかですし、ひねった香料がない分取り回しに優れた印象です。強いて言うなら持続力はそこそこありますので昼休みにつけ直したりするとちょっと強くなるかもです。汗をかきやすい仕事でも香りのバランスが崩れにくいと思うのだ。食事や総菜などつけていったらまずい場所以外はほぼいけると思うのだ。思いっきり自分をアピールしたい時などはちょっと得意分野が違うかもしれませんね。オウパラリは重ね付け可能だから別のと合わせてカスタムできるのだ。ちょっと味変的な感じでカスタマイズも面白いのだ。男性、トメイ打っているだけあってベーシックなメンズ香水なのだ。と言ってもことさらフレッシュさやセクシーさを強調してないから男性にこだわっているわけではなさそうなのだ。フルーツやお花、お菓子のような甘い香りが苦手な女性の選択肢に入るのではないでしょうか。レビュー行くのだ。トップはオレンジ、みかんのような柑橘系、果皮の爽快な苦みや少しだけみかんの果汁に似た甘みがあるがあまり気にならない程度。ミドルからはサイプレスの針葉樹が現れてくる。ややシダーの甘さがあるが強くない印象。サンダルウッドはラストに爽やかな部分が見える。派手でない香り方が好印象。柑橘の中でもオレンジ系を使っているのが適度なフレッシュ感、爽やかさを維持しつつも落ち着いた印象でいいですね。またウッディな香りも甘みを抑えていて親しみやすい感じです。特定の年齢層向けとなるのを避け誰でも楽しめるように仕上がっていると思います。癖の少ないナチュラルな感じのメンズ香水っす。これ以上に使いやすいものとなると石鹸系とかシトラス、ミントっぽいのとかボディソープやデオドラントの延長線上を探すのが視野に入ってくると思うっす。シトラスとウッディどっちも嫌いじゃなければ選択肢として十分ありな気がするっす。重ね付けについて何か面白いのはありますか。うん、オフの時に使うならピュア1対1でお腹周りにつけるとか、複雑さ、スパイシーな感じ、甘みがプラスされて香りに厚みが出ると思うのだ。どっちかというとピュアが中心に来るのだ。ピュアはオムと比べると甘みがある方だけど、その甘みをオムのウッディが抑える感じになる印象なのだ。オムは控えめというか重ね付けすると脇役になりたがる傾向があると思うのだ。オンタイムはそのままで使ってオフの時にいろいろ遊んでみるといいかもしれませんね。香水の紹介は以上なのだ。ではファンラスシャーク見に行きましょうか。やっぱ行くの。どうせ君の連れなんだから診療を不可思議にしてうさんくさいやつなんだろう。失礼ですね、由緒正しい死神ですよ。いずれにせよもうあんな空間はゴリゴリだ。パスワードは1234だから。あんまり変わってないのだ。よくわかりませんがもう出ていいみたいですね。レッツゴー映画館です。ひまり姉さん、はは、はようやく一人で会ったと。悪く思わないでくれよ。私にも事情があるのでね。アンルで過去を帳消します。ヤイザヒマリンゴなのだ。さあ陽光の唯一思い出してください。この子はつくも神の一種ですね。ピエロの人形ですからそういう遊び方で使われたのでしょう。もちろん本物のデスゲームではありませんが、捨てちゃった持ち主ともう一度遊びたかったのだ。で、あの辺りでずっと待っていたようです。何度も僕をさらったのは持ち主と似ていたからです。
見つかるまでずっと続けようとしていたようですね。もしかして映画見に行きたいって言い出したのって全部知ってたのだ。ええ、時から聞きました。しかしあんなところに送ったの流行りすぎです。大事なズンダモンを狙われたとはいえ猟犬を刺激させるなんて。この子持って帰るのだ。悪い気を払っただけですからね。きちんと送ってあげます。誰一人落とすな。ですから